僕が僕であるために木村です。今日はですね、この天井を外していこうと思います。2日間にわたってこの天井を外す作業をね、行うことになってしまったんですけど、本当は別にこっちの天井を外す予定ではなかったんですよ。でもなんかこれごと取れちゃうんじゃないかなと思って、これごとこれがあるからに言えば、まあ、ここも取れるしっていう感じですよね。なのでちょっとこれを外して、ここも取れるんだったらもうこれ取っちゃおうっていう感じです。ということでやっていきます。うわ動かない、これもというぐらいの感じなんですよ。どっからやろうかな。またすごいんだろうな。また土の中だけは他の木の力を借りますよ。こんなに砂は落ちてこないね。こっちはどういう感じなんだろうな、はい。ここもね、またね、ここね、ここら辺コードがあるんで、コード。電気のコードが来てるから、ちょっと気をつけないとね。あれ、こっちも影響してるかも。一枚で来てる可能性がある。もしもよ、コードを切ってしまったら終了だもんね。この、こっち側と、こっち側は結構砂が、土壁があるから、これなんだろう。出ていく。見てみますか、これで。さあ、安全帯つけるべきか。安全帯つけようかな。いうとこは、よし。最強装備になったらまた。なので。
何がね、一番大変か。片付けが一番大変だからね。どうやって止まってんだろうこれ。全然見えないからな。これさ、意外と、でもね、ここに、つければいいじゃないですか。開きますがありますね。これはスズメバチの巣ができつつあったんだけど、できなかったですよね。あそこにも、蜂の巣があるね。ここに作ろうとしてさ、この中にね、きっと作ったらいいけど帰ってこなくなったんだよね。場所が分かんなくなっちゃって、今日ね2部屋とりあえず天井のあれを取ったって感じですね。で次ここを取ればおそらくここが繋がるかなと思うんで、ここをぶっ壊してみるっていうね。本当はねちょっと違うところからやんなきゃいけないんだけど、まあいいや、ちょっとここからスタートしちゃったんで、ここから始めますということで、このゴミをどうにかしないといけない。以上、僕が僕であるために、木村でした。本日の作業終了です。今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。